ハッピーバレンタイン。ガリガリ、どうもザリガニでーす。はい、ということで皆さん、ザリガニの後ろにね、何やら、デアンベアオが、デアンベアオがございますよ。こちらなんと本日バレンタインデーということでね、こちらのデアンボールはね、ザリガニにハッピーバレンタインということでね、ファンの方々が送ってくれたチョコでございます。2人じゃなくて2箱分でございます。一旦ね、事務所が預かって、事務所が確認して、もう一回まとめてっていう感じだからね、こんな感じとなっております。いやー、何個だろうね。男としては宿命なのよ。友達よりも一番たくさんもらった方が勝ち。朝投稿したら下駄箱の中はさりげなくこうやってとかさ、あらかじめ前日に机の中の教科書とかノートをすっからかんにして、チョコどうぞ何個でも入りますよっていう感じにしてんのに何も入らない。朝学校に来てさりげなくこうっていうのがあったのよ。ほんと今となってはそんなこともないんですけどもね、 YouTube を始める前は当時の彼女とか仕事先の人とかしかもらえなかったんだけどね。何個もらえたんでしょう。必要より量最低嘘ですよ嘘ですよということで、ザリガニのためにチョコを送ってくださった方々がありがたいことにいらっしゃいましたので、今日はバレンタインデーのおチョコを紹介していこうと思います。それではやってチョコなしたな。はい、じゃあそれではね、まずこっちから開いてんだよね。これなんでかっていうと、早く届いたのよ。バレンタインデーよりも前に届いちゃって、何かな、ふん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 、あれ、これバレンタインデーだと思ってね、急いでしまいましたけどね、見ちゃったのよ。まずじゃあね、こっちから紹介していきます。こっちはもうね、あらかじめ知っているんですよ。紹介していきます。いや、これは本当に来た瞬間騒いだよね。まずこちら、大好きなチョコ、チョコブラウニー。これ超好きなんよ。マジこれ食ったことない人食べてみて、超うまい。もう食べ終わりました。ちなみにすいません、食べちゃいました、ごめんなさい。そしてね、バレンタインといえばこちらですね、ストロング鬼コンソメ。初めて見た。絶対うまいやん、こんな夜中に食った。この動画夜中に見てる人、イエーイ、寝してる。あー、うまいね。サワークリームオニオン。ポテチはさ、サワークリームオニオン派かコンソメ派かに分かれるよね。そしてザリガニョが大好きなカムカムシリーズ。カムカムレモンが3つ、すいません1箱食べちゃいました。そしてカムカムみかんが2つ、すいません1つ食べちゃいました。キャムキャムマンゴーが2つ、これまだ食べてない、楽しみ。そしてこちら、じゃん、この人なのかな、プレゼントしてくれたのが。なるほどね、ありがとう。名前なんて言うんだろう。ありがとう。すごいねこれね、鉄仮面みたいなやじゃないこれさみんなもしさ、同棲中とか同居中の相手がいてさ、じゃあそろそろ寝るかーと思って、ねえねえ旦那ーと思ったら、旦那がこれしてんのめっちゃ怖いねそしてこちら、じゃじゃじゃーん、ゴティーバでございます。ゴティーバ。いや、ほんと、こんな高級なおチョコありがとうございます。ちょっと見てみるか、中身。ゴティーバの中身ね。せーの、せーで、じゃ、じゃ、あ、テープね、テープ、テープ。ほんと、ジャニーズといい、ゴティーバといい、いいとこはいいテープ使ってるから、ほんと、剥がれん。鋼の錬金術師。じゃーん、じゃじゃーん、パ、え？あ、包装紙か。いきます。3、2、じゃーん。どう？美味しそう？美味しそう？おしゃれ！おしゃれ！見てほら、これ。ゴキブリ。うん！これチョコだ。うまい！ということで、一番最初この方が送ってくれました。名前はわかりませんが、ありがとうございます。じゃ、続いてこちら。こっちはね、まだ見てない。結構重たいんだよね。岸くん4人分ぐらい。よいしょー！おー、たくさんある、たくさんある、たくさんある。まずはこちらから、のりえ、のりえさんからかな。見てみよう、のりえさん。ありがとう。のりちゃん、のりちゃん、のり、のりちゃん。さあ、中身見ていきます。オープン、じゃん。あーはーん、あーん。この人絶対かいちゃん好きやん。宅配ミルク。これまだ食べてなかったから嬉しいわ。どんな味なんだろう。チョコのように甘い声を応援しますだって。食べてみよう。あー、あれだ。あれみたい。いただきます。さ、まろやかで、口の中で、美味しいですね。はい、ありがとうございます。じゃんじゃじゃーん。え、かわいい袋。見て、ハートの袋。すごいね。こうやって時間かけて包んでいただいてありがとうございます。本当に。おお、なんかおしゃれ。おしゃれだよ。なにこれ。なんかおしゃれなチョコをいただきました。これなんだろう。じゃんじゃじゃーん。おお、え、すごくない？何これ？え、これ食べれるの？
こいつ、この太陽。え、いただきます。うまっ、うまっ。口ん中にさっきのさ、こいついるからさ味ごちゃごちゃ。そして続いてが、絶対この人、レンくんたんだ。しかもゴティーバじゃん、また。バレンタインデーでゴティーバってやばくない？めっちゃ高級じゃないこれ。しかもあれなんだね、この、うんこ、うんこじゃない、間違えた。チョコボールみたいな。チョコボールみたいなタイプなんだね。編集中食べよう。のりかちゃんありがとう。じゃあ続いてこちら。あ、はるちゃんからや、はるちゃん。誕生日の時もくれたはるちゃん。見てこれ。すごーい。なんかしかも書いてある。大好きだよ、だって。うんま、うんま。ありがとう。さあ、こちら、せーの、じゃーん、じゃじゃーん。うわ、あ、出たかな。これ見せられないけど、デビュー前とか、岸くんとかの出たかをたくさんくれました。ありがとう。そして続いて、あー、なにこれ。みちえちゃんからだ。みちえちゃんありがとう。すごい、コーヒーチョコ玉だって。俺、コーヒー好きだからこれにしてくれたんかな。うれっぴー。しかもこれいいね。編集中こう食べやすい感じ。ちゃんと考えてくれたの嬉しいよ。ありがとう。私もキンプリファンでザリガニョくんの YouTube を知り、見させていただくようになりました。育児の一息に見るのを楽しみにしています。一緒にキンプリファン楽しみましょう。だって、カホモモママ、ありがとう、カホモモママ。俺滑舌悪いから難しい。カホモモママ、ありがとう。育児愛情だけでは何ともならない、すごい絶妙な大変なところがあるからね。しっかりと休んでください。ザリガニョが育児の一息になるか分かりませんかね。息あげる息。これ息あげる。そして続いて、なにこれ、細長い有心堂チョコ玉羊羹だって。なにこれ、めっちゃ上品じゃん。すいませんね、こんな下品な男に上品なものを送っていただいて。さあ開けていきます。オープン、じゃーん。ほほほ、じゃーん。ほ、ええなにこれ。あ、玉の羊羹ってこと。へぇー、すごい。これなんか、くさ、なんかこれ、なんかあの、泥団子みたいな。すごい。え、これ一個食べてみる？これどうやって食べんの？え、これ待って、中から溢れてたりしない？これどうやって食べんの？食べ方講座とかないの？和と洋の今までにない組み合わせ、美味しさを玉の中に凝縮した美味しさをぜひお楽しみください。食べ方はどこぞ。付属の用紙でついて割ってからだって。つくの？これでついて割って食べるんだって。え、これ大丈夫？こぼれてこない？いくよ。あ、へぇー。さあ、今回のオリンピックの聖火ランナーはザリガニです。ザリガニです。あー、のお尻みたい。いただきます。味の宝石箱。さあ続いては、じゃーん、うふー、ご機嫌パンダだ。これみんな知ってる？西村雄二さんっていう俺が大好きなイラストレーターさんなんだけど、ザリガニョの名前の由来って、この西村雄二さんが発売してるラインスタンプの名前なんよ。可愛くない？この子。ちょっと開けよう。あ、中になんか入ってる。すごい、チョコ入ってる。チョコまで。ありがとう。可愛いわ、こいつらだ。可愛い。はーい、わーこいつ。ハッピーバレンタイン。このぬいぐるみもソファーに置いて、だって置く。置いた。ありがとう。そして最後、これがでかいのよ。見てこれ。すごいよ、これ。もうね、ニンニクが4つ分。ハッピーバレンタインって書いてある。チカちゃんからやな。ありがとう。開けていきましょう。開けていきましょうっていう前から開けてたね。すいません。ちょっと勇気が、勇気じゃないね。気合じゃない。期待が、違うな。楽しみですね。ありがとう。じゃーん。おしゃれだなぁ。高野ってなんだっけ？高須？あ、それ高須や。湘南？美容外科クリニックだ。高野。まあ、ええわ。開けましょう。オープン。じゃんじゃか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 。うおー、出たこれ。これ超有名なやつじゃん。アマオー&とちおこ、とちおとめチョコ&フルーツチョコレートだって。これす。なのよ。すげえ、これうまいよな。うまいのよこれ。バナナだけいつも余るけど、うまい。甘王とちおとめチョコだって絶対うまいや。これ1日で食べ終わっちゃうって俺。これが5つもすごすぎ。超豪華やん。ありがとう。あ、待って、手紙がまだあった。ザリガニョくんへ、いつも動画見させてもらっています。私もザリくんと一緒でキング&プリンスを推してます。字綺麗だなこの子。キング&プリンスの中では翔くん推しですが、コンビは翔騎士が大好きです。動画を見て共感したり笑ったり元気をもらっています。
ザリ君に手紙を書くのは初めてです。私は今小学6年生ってことは12歳ぐらい、ちっちゃこんなんじゃん。急なのですが、私はザリ君が大好きです。第3の推しです。シャー、すごく遅くなりましたが、改めて明けましておめでとうございます。まあ、ちょ明けましておめでとう。改まったこれ。リミちゃんありがとう。ということで、こんなにたくさんのチョコをいただきました。ありがとうございます。編集中に美味しく食べようと思います。太ったら皆さんのせいです。嘘ですよ。はい、ということで今日の動画でした。改めまして明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。普段はジャニーズだったりキンプリだったりオタクに関することを動画にしておりまして、おすすめ動画いっぱいありますので、ぜひ見てみてください。そしてこのチャンネル以外にも Twitter、Instagram、TikTok、ポコチャもやっておりますので、よかったらフォローよろしくお願いします。チャンネル登録高評価が励みになりますので、ぜひオタクの皆さん登録高評価よろしくお願いいたします。ということで今日のザリガルでした。またね。ハッピーバレンチョリリ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